こんにちは、のりたろうです今回は株価の暴落も金の下落もコイン投資の世界には基本的に関係がないためコイン投資家は今のこの世界情勢を高みの見物で見ていますというお話をしたいと思います。また円安ももインフレも コイン投資には基本的にプラスに働きますのでそちらは私の前の動画をご覧ください。まあ、円安インフレ進行中下がる円上がるコインという動画ですね。そちらを見ていただくと理由もわかると思います。そして基本的にコイン投資には暴落がないと言われてるんですけどその理由は以下の4つの理由があると思います。で、1つずつ説明したいと思いますが まず一つ目は売りにくいということうこれは以前の過去動画で今こそ学ぶべき金投資とコイン投資の違いというお話をしていますがそこでもお話してますが基本的にコインはオークションとか委託販売などで売るというのが主流なので非常に売るのに時間がかかります。 これはデメリットでもあるんですが、同時に暴落を防い、防いでくれるというメリットもあります。売りにくいということは、一度に大量に売ろうとしても、そう簡単に売れないので、市場に大量のコインが溢れて、急激に価値が下がるということがないということを意味していますので、なので暴落が起こりにくい理由一つが、売りにくいということになります。 で、理由の二つ目としては、そもそも数が少ないということです。アンティークコインやモダンコインについても、そもそも発行枚数や現存枚数が少ないために、大量と、大量に売ろうとしても売れないため、これもまた暴落しない理由の一つになります。で、モダンコインとかですね、あと流通貨幣で数が多いものがありますが、数が多いものは、 やっぱりそれだけ値段も上がりにくいので,で、まあ、買う時には数が少ないものを狙うとで少ないためにやっぱりそもそも少ないから大量に売るものがそもそもないということになります理由の3番目としては相場がオークションで決まるということになります基本的にそうコインの相場というのは世界各地で開催されているオークションで決まるので 基本的に相場価格がそれより高い金額になっていきます。逆に相場より安く終わりそうな場合はすぐさま買いが入りますのでなかなか値崩れしにくくて逆に上がりやすいっていうのがコインの世界かと思います。で、続いて4番目、レバレッジがないということで株の短期売買とかですね、FX などのように お金を借りてレバレッジをかけるということがコインにはそもそもできないので、えー、FX とか株で追い症というものが生じることがあるんですけどそういったものがないので仮に少し値が下げても上がるまで待てばよいということになりますちなみに追い症というのはですね追加保証金の略称でレバレッジをかけて えー、例えば FX な、なんかあの掛け金の10倍とか、5倍とか10倍とかで5000円入れたら、あ10倍の、まあ、5万円とかですね、まあ、100倍ってことはないんでしょうけど、そういった、ご、種線が少なくても、できるということで、えー、そういったものをレバレッジって言うんですけど、そのレバレッジをかけて投資する際の、 委託保証金っていうのがですね、最低の委託保証金維持率っていうのがありまして、それを割り込むと、委託保証金を追加で入金し,なしてくださいということになります。これが追い症というもので、株や FX の場合には、急落すると、この追い症っていうのが発生しますので、さらに損切りをしなければいけないという人も出てくるので、 さらに暴落というのが起きるということになります。まあ、これがあ、ないということで、えー暴,まあ、暴落が加速するということはないです。まあ、暴落自体がないんですけど、そういった加速することもないということで、安全と。いうことで、異、ま、常、あの主なこの4つの理由によって暴落は基本的に起きないため、 基本的にストレスフリーな投資になるかと思います。まあ、暴落しないというよりはですね、常に上がっているというのが現状になるかと思います。でこういった株価暴落などの局面では、逆にですね、やっぱり行きどころのない現金がコイン投資の方にも流れてきますので、今年2022年はですね、 落札額が軒、まあ、並み上がってるというのが現状かなと思います。ということで有事でも世界恐慌でも雲の上から冷静に眺めることができるというコイン投資に資産の一部を書いておくのはいかがでしょうかというのが今回のお話なんですが、まあ、前回の動画でもお話ししましたが日本の場合は更にインフレと 円安っていうのも関わってきますので、ますますコインに投資された方がいいのではないかと、個人的には思っています。でポイントとしては、円安の今は、外国からですね、あの、ちょっと、円が安いってことなので、外国から買うよりも、国内で相場価格以下ですね、相場価格ぐらいで買え、買えれば、良い投資になると思いますので、 今は国内市場が熱いということになるかと思います。で、相場の調べ方っていうのは私の過去動画でアンティークコインモダンコイン常時役ビジネスから身を守る方法という動画で簡単に相場を調べる方法を取り上げておりますのでそちらをご覧ください。特に、えー、今年2022年の相場っていうのは要注目ですのでこ、えー、まめに チェックされると良いかとと思いいますということで、今回のお話は短めでしたが、本当に、えー、上がってるのっていうのを、まあ、疑われる方もいらっしゃると思いますので、そういう方は私の、えー、過去動画でエクストリームアンティークコイン解析というシリーズでも、各コインの相場の推移とかですね、値上がり率、1年にどれぐらい上がってるかっていうのも出しておりますので、 概要欄に貼っておきますのでそちらをご覧ください。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もし少しでもためになったと思っていただけましたらいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴いただいている皆様本当にありがとうございます。ということで最後に皆様一緒にレッツコいご視聴ありがとうございました。 To be in the great outdoors, forever free.